日本語の種こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。子供たちがボランティアを始めました。新型コロナの影響で、病院や老人ホームなどではボランティアを受け付けてくれませんでしたが、動物の保護施設、 アニマルシェルターではボランティアを受け付けていました2人とも15歳以下だったので保護者同伴でお願いしますと言われましたホームレスの犬や猫を保護して里親を見つける団体です犬の散歩洗濯掃除などがあると言われたのですがその中で「これはどうですか?」 とと勧められたた。のが猫と遊ぶというボランティアでした捨てられた猫や子猫は人間に慣れていないことが多く里親を見つけにくくなりますそこでボランティアが猫と遊んであげると人間になれるので引き取り手も見つかるというわけです 猫と遊ぶだけのボランティアなんて、猫好きには夢のような話です。猫カフェみたいですよね。初日、子どもたちは大喜びで猫に会いに行きました。ちょっとだけ猫の部屋掃除、トイレ掃除などをして、あとは猫たちとおもちゃで遊んだり抱っこしたり撫でたり、 猫は7 8匹ぐらいいたでしょうか。コーディネーターの方は「猫の部屋は匂いがひどいですよ」と言っていたのですがそんなことはなくとても清潔な感じで猫たちは子猫からでっぷり太った大きな猫までいろいろいてどの子もすぐに慣れてくれて大変楽しく過ごせました。 私の子供たちにとっては人生初めてのボランティアなんですがつらいとか大変だという第一印象ではなくボランティアはとっても楽しくてしかも施設の人たちからは感謝されるという体験で本当に良かったなと思いますこれからこのボランティアしばらくは続ける予定ですが 子供たちにとって一生のいい思い出になってくれると思います。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、マコトプラスメンバーになってください。www.thejapanesepage.com スラッシュマコトを見てください。それではまた。日本語の種でした。